北九州市は新型コロナウイルスのワクチン接種に関して迅速に対応できるよう推進本部を設置すると発表しました。速やかなこの接種の開始に向けまして鋭意準備を進めたいのであります。北九州市の北橋市長は今日付で市長を本部長とする新型コロナウイルスワクチン接種推進本部を立ち上げると発表しました。市民への通知や接種券の配布、それに手続きに関する相談や集団接種の会場確保など新型コロナワクチンの接種に関する課題に対応するべく準備を進めるとしています。一方で接種開始の時期については明言を避け、市民全員が接種するのにはそれなりの時間がかかるとしました。北橋市長は全庁を挙げて取り組む重要ミッションとして国や県などと連携して体制を補強していきたいと述べました。